こんばんは、タコです。さっき海を歌ってですね、適当に歩いてたんですけど、なんか謎の島に来まして、この謎の島をですね歩きたいと思います。なんか謎なんでよくわからないんですけど、何らかの建物がいっぱいある。なんか僕はこう日中もここ、昼間もここ来たことないんでわかんないんだけど、ロシア大聖堂的なのがあるじゃないですか、ヘルシンキに。なんかその裏みたいな場所なんですけど、なんかよく見たら島になってて、よく見なくても多分島になってるんですけど、初めて来た。そして例によって海の近くなんで風が強いですね。見えますか？海ですよ。海っていいですよね。皆さんは海好きですか？なんかこう、僕あんまり海に数年間行ってないなみたいな時もあったような気がするんですけど、でも、あ、そうだ、タイでですね、ピピ島に行ってですね、素潜りガスボンベを背負わないタイプ の純粋にゴーグルとシュノーケルみたいなことをですねやったことがあるんですけど、それすごく気持ちよかったですね。足がつかないところで泳げる、足がつかない海に、浮くものなしで入るの怖いんじゃないかなと思ってたんですけど、意外と大丈夫でしたね。なんか今この建物がいっぱいある場所に、なんかここら辺もいいですね。ここら辺だってもうがっつり海だからさ、高そうだね、家賃が。でこんなとこ住んでたらいいな、もう海見放題じゃん。確かに海を見てどうするっていうのはあるけどね、海が見えたところで。海とか綺麗な海とか綺麗な空って見えても何にもなんないもんね、何の得もないじゃん。僕なんか前短歌で書いたんだけどさ、いやそんな話はいいや。ちょっとっていうのはさっきからさ、僕の右後ろに誰かいる気配しなかった？誰もいないんだけど、怖っ。この間さ、ヨーグルトをさ、スーパーでヨーグルトを床に叩き落としちゃってさ、あ、やばいなと思ってさ、そのヨーグルトの容器ってさ、床に落とすとさ爆発するじゃないですか。わかるかな？爆発するんですよ、通常ヨーグルトの容器というのは。床に落とすと爆発するような設計になってるでしょ。で落としたんですよ。たらで絶対割れると思って身構えたんだけど、意外と割れずに床を転がり、そしてまあ取り替えるのも申し訳ないんで、まあ、そのヨーグルトを買って帰ったんですけど、何が言いたいかというとというか、まだ何も言ってないんだけど、
ヨーグルトをですね落とした時に誰かが僕の背後で息を飲んだ声が聞こえたんですよ。はっていう、はっていう声が。で僕その直線上にスーパーのレジがあったので、多分そのレジの店員さんが僕のことを後ろから見ていて、わ、なんかいい感じの階段があるぞ、いいじゃない、なんだあの店は、おかしいぞ、なんかやってるな、なんかやってるけど怖いから近づかない。あ、そうそう、でヨーグルトなんだけどさ、店員さんが見てはって言ったんだなと思って、でヨーグルト拾い上げて、で僕もヨーグルト爆発したと思ったからヨーグルトそこで拾い上げてですね、なんかピーピーなってない、何この音聞こえる、怖っ、怖い怖い、何てかこれ広角に切り替えられるじゃん、あ、でも暗くなったな。ちょっと待ってくれよ。あ、なんかこうした方がいいな。よし。これでいいでしょう。ちょっとヨーグルトの話だよ。でですね、ヨーグルトをですね、風も強くなってきたな。そう、それで、ヨーグルトを僕も爆発したと思って拾い上げたら爆発してなくてですね、で後ろで息を飲んだ人がいたんで、なんか、あ、見て見てみたい なんか、あ、ヨーグルト大丈夫でしたみたいな感じの顔をね作ってね、そっちを振り向いたら誰もいなかったんだよ、その方向には。つまりおそらくその息を飲んだ声は自分自身の声だったのではと思うわけですね。で多分僕自分自身がそのヨーグルト床に落としてはって多分息を飲んで、その時にですね、その声がですね僕の耳に入ったんですね、自分の発した声がですね、そして誰かの別の人間の声だと勘違いしたのではないかというですね説がありえるじゃないですか。その説をですね私は推していきたい。ホテルって書いてる、ホテルがあるらしい。ホテルがあるらしい。なんかすごい城壁っていうか、なんか塀みたいになってる。これ何なんだろう。これこの左側がさ、ほらずっとなんか刑務所感のある壁じゃない？本当に刑務所なのかもしれないけどさ、わかんないんだけどさ、ちょっと手が冷たくなってきたな。今ですね5度、5度ですね、5度ラムジなんで、ちょっと寒いですね。手が冷たくなってきました。手がほらもう手出しっぱだからさ、ちょっと切ろうかな、切って家に帰ろうかな。ゴルグって書いてるね。これはスウェーデン語感ありますね。あ、ここがホテルだ。ホテルカタヤンホテル片柳です。
じゃあおやすみなさい。じゃあおやすみなさい。